土佐兄弟の大正大学あるある。なしなし。毎日大台直道に行くやつ。あ、めっちゃうまそうじゃん。うまそうだよな。いや俺さ、大台直道来んの初めてなんだよね。マジで？うん。あ、そうなの。俺ほぼ毎日来てるけど。毎日来てんの？毎日毎日で、大体この仙台牛ロースステーキか、うん、ビーフフィレ、これ言ってるね。そでも、いわばちょっと豪華すぎない？めちゃくちゃ豪華だよ。そ、毎日行ってんの？だからそのためにバイトしてるの、これ。え？毎日、ここの大台直道来るためにバイトしてる。あ、そうなんだ。夜勤とかも。ここ来るため、もうだからこれがもう今は一番の幸せというか。あ、そうなんだ。俺にとってのご褒美なの。最近だからこのさ、ワントレイランチとかも始めてくれたから、もうこっちはこっちでいいんだけど、だからこれ食った後に今でも大体ステーキ。あ、そんな行くんだ。そうそうそう、そのためにバイトしてるからね。すげえ、